パイナップルの挿し木の仕方です。用意するものはパイナップルの実の上についているこの葉っぱの部分です。これを挿し木にします。で、実から芽を取ってみると根元のところちょっと茶色いのが見えますが、これが根の出る部分になりますので、それが露出するようにこういうふうに下の葉っぱをむしっていきます。むしった後水に1週間ほどつけて、それで根を出させます。そして根が出始めたのがこちらになります。この通り1週間ぐらいでこのように根が出てきます。これを植え付けます。日本国内だったら赤玉土7に腐葉土3ぐらいの割合の土がいいです。そして置き場所は日向になりますけども、まあこちらはタイ で日差しが強すぎる、直射日光は日差しが強すぎるので日陰に植えます。こんな風に植えて2年ぐらいすると元の通り果実が取れるようになります。日本でも鉢植えにすれば冬場越冬しますので、皆さんもどうぞお試しください。